そうで始まりました。もてちチャンネル。さあ、おさちゃんのど動画出たよ。ビビった。はい。ビビったっていうか、まあ、ただび買うぜみたいになって。不思議。ただび買うって動画出てる。びっくりした。てか、もう動画出るの早い。え、だってさ、すぐだよ、これ。何公開っていうか、撮影して、もう昨日の動画も出てると思うんですけど、撮影してもうすぐに終わって、もう編集終わりましたってすぐ送られてきたからね。チェックお願いしますって。はいや、めっちゃビビった。はい。それぐらいですね、もうすごいスピードで出た動画なんですよ。で、まあ、ただいまのね、まあ、チャンネルのね、細井さんに説明したというか、まあ、こういう状況ですよっていうのを説明した感じですね。で、僕らやっぱ YouTuber で、まあ、二人とも教育系 YouTuber じゃないですか。だから教育系の YouTuber の感覚があるんで、まあ、価値としてはどうなんだろうね、どれぐらいだろうね、みたいな話をして、で、そうなんだ。じゃあ、俺が買っちゃうよ、みたいなね、言って。まあもう彼はね、お金持ちですから、買おうと思えばね、買えるんだよ、本当に。全然違う。世界違うから。僕らのね、住んでいる。はい。世界ともう全然違う。世界に住んでいる方ですから。で、金庫から金持ってこいっつってね、現金で買うんかいみたいなね。そんな感じのノリなんですよ。はい。で、ただ、まあ、本当にやるかどうかわかんないですよ、全然ね。事実かどうかはわかりません。ノリで買えちゃうからね、あの人な。怖いな。まあ、ただ僕としては、その、まあ、一応ね、この、ただ、予備を買いたいって人が、まあ、いくつかいるわけじゃないですか。で、まあ、僕は、まあ、運営していくっていうことになると、そう、だからチャンネルってね、ただただ買っても運営していけなかったら意味ないんで、そう、難しいんですよ、YouTube の運営って。めっちゃ大変なの。だから、細井さんからしても、その部分動画で流れていくかわかんないけど、お前やってくれんだったら、いいから、つって、ね、いや、お前頑張れ、つって言ってたんだけど、それだったら、まあ、確かにわかるんですよ。だから、僕付きか僕付きじゃないかっていうのは、すごい大事なんですよ。俺がね、めちゃめちゃ大事なことなんですよ。で、だからまあいろんなね、方々からオファーとか、オファーっていうかまあ話し合いしませんかっていうのが来て、で、そこの中で、まあもちろんその動画を残す、僕の動画があるかないかによっても価値っていうのはね、変わると思うんですよ。動画があるかないかだけじゃなくて、やっぱり僕が運営するかしないかっていうのも結構大きなポイントではあるんですよ。皆さんがね、どんな尺度で測ってるかわかんないけど、お金という面の尺度で見た時も、僕はやるのかやらないかによって、全然違うチャンネルになるわけですね。だから YouTuber で、教育系 YouTuber でね、Google というか、まあ、YouTube のね、マネージャーもついてるわけですね。公式のマネージャーもあるし、で、いろんな国からもオファー来るし、だ教育系の話したり、講演したりとかもしてるし、まあ、企業案件だったりとかもね、自分で取ってきますから、そういったこともあるので、そのチャンネルの運営ですね、健全な運営っていうのにも大事になるわけじゃないですか。新たにね、誰かを持ってくるっていうのもなかなか難しいことだと思います。この状況ではねっていうのもあるので、で、だからまあ今のね話をいろいろしてる人とかはまあやらないかというね声をかけてくれている人とかも一緒にやってくれる運営をしてくれるっていうことが重要ってまあ言ってもらえてるんですよ。でまあここと、ね、いろいろ組んで、まあ、なんとかね、例えばね、動画をね、手に入れることができたらいいなとか、まあチャンネルの運営とかできたらいいなって思ってるんですけど、そこで、やっぱそれを良しとしない人もいたりするし、まあ他からね、いきなりすごい高額でボーンと横から買われちゃうとかっていう可能性もあるわけじゃないですか。なきにしもあらずなわけですよ。それが怖いシナリオなんですね。でもちろん、ただただ、まあ破産管理人だったら違うと思うけど、今、まあ前段階の弁護士なんで、いろんな話を聞いてくれたりするんで、そこでやっぱりね僕らが運営しますとかちゃんとこういう関わり合いがあったんでっていうのでまあ飼い主としてねふさわしい人だっていう風に認めてもらうっていうのが結構重要なんらしいんですよ。僕はよくわかるんですよ、その辺のことは。だからやっぱり飼いたいって言ってる人たちは声かけてくれるんですよ。だから何人かにねまあ会社ですけどみんな、声をかけていただいたんですよ。だからお会いしたいですとかお話ししたいですっていうのでやっぱそこでね、まあ、動画残すとか運営しますとかそういったのって結構重要らしいんですね。で、まあ、だから僕は、まあ、一つのところと組んでいるので、なかなか他のね、人たちとこう、組むっていうのが難しいというか、で、すいません、お話できなくて、みたいな感じで言ったりしてるんですけど、どこかの段階でね、お金の力でボーンって買われちゃったらさ、怖いわけですよ。自分自身それをかなり恐れていて、で、それ全く知らない人だった時に、すいません、動画の権利だけいただきたいんですけど、って言って、もう全く聞く耳持たずだったりしたらさ、恐ろしいじゃないですか。だからそういうところの、まあ、セーフティーネットというか、ので、まあ、細井さんは、まあ、ありだなと思って、
ってるわけですよ。まあ、話できるか、普通に。の動画のやつ見て、ワイワイ喋ってるじゃないですか。別に、僕ら動画なくても、カメラ回ってなくてもあんな感じなんで、全然変わんないっす。はい、本当に。動画回ってるから、なんか仲良くしてるとかじゃないんで、普通の喋りもあんな感じ。だから、まあもちろんね、言っちゃいけない話いっぱいしてますけど、動画回ってないところでは。でも、仲良くやってるんで、そういった面でも信頼できるし、頭もいいしね、すごい賢い方なんで、かなり信頼してるんですよ、自分自身。だから、そういった面もあるので、まあ、いろいろと何かあった時にね、まあ、そのなんか、まあ、厳しいことも言うけど、裏切るとか、そういう感じの人って全然ない。まあ、余裕もあるしね、やっぱお金もあるし、学力もあるんで、いろんな面で余裕を持ってる方なんで、まあ、そういった面ではいいと思って、で、まあ、そういった信頼を置いてるっていう感じではある。でも、とにかく、その、誰かがね、横からドーンと買うとかっていう風にならなければいいなっていう風に自分は思ってるんですよ。まあ、もちろんね、わかるんですよ。最大限、お金が大事でしょってことで、債権者がいてね、そのね、借金、例えばしてて、その人たちにお金をね、最大限あげるっていうのが、もちろんそのお金を貸した側からすれば大事なわけだから、そんなの分かってるんですよ。そんなの分かってます、もちろん。頭でも分かってるし、心でも分かって、でもやっぱり、自分が汗水垂らして、ね、ほんと死ぬ気になって作ったもの、ね、何の報酬も得ずに、できて、皆に喜んでもらったあれを、なんかもうそのまま手放すっていうのが、なんかもうね、無理なんだよ、心がね。さらには、やっぱ他の人たちもそうですけど、一生懸命頑張って作ってくれたわけじゃないですか、他の人たちも。だから、残したい。なんとか残したい。まあ今の状況だと、なかなか難しい。どこの国が、どこの国じゃない、なんで国とかって、どこの会社が買ってもなんか残らない動画が出ちゃうんじゃないかなって思ってる。まあそういった意味でもやっぱり僕に運営してほしいっていうのは、僕をね、信頼してくれてる講師の方々いますから、今もね、動画を取り下げちゃった人たちとか、もうやっぱ信頼してくれてるので、いや、森田先生がやって、これからやっていくんだったら、みたいなことを言ってくれてるんですよ。ありがたいことにね。その人たちの動画を守ったりとか、復活させたりとかっていうこともあり得るので、まあ、頑張りたいと思ってるんですよ。そしてね、視聴者のためですよ。せっかくこれ使ってね、勉強してくれた、教育格差なくしてくれてありがとうって言ってる人たちのためになんとかできればなって思ってるんですよ。そう。だから、お金じゃないんで、それじゃあ僕は、動かないというか、まあもともとだってこのまま買い取るってさ、マイナスになるわけじゃん、さらに。さらにマイナス。もう無料で作ったものをお金払って買い取るってとんでもないことですよ。でもそれでも、やっぱ手放したくない、あんだけ頑張って作った結晶ですから。まあ動画の権利をね、得ればまあ多少はね、それによって収入を得られるとは思いますよ。思うけど、頑張ってやった労力に比べてそれを賄えるものが来るとは全く思ってません。全く思ってないし、取り下げたくもないんですよ。まあなんとかね、やっていきたいんです。だから、なんとかしたい。本当にまあ皆さんのね、応援も必要です。当事者たちね、まあ、今動いてる方々も、本当にもう不安で不安でしょうがないんですよ。だから大丈夫だっていうのを言ってあげたいって思ってる。毎日のように会議してるし、なんとか救ってあげたいって思ってて頑張ってるので、ぜひとも応援よろしくお願いします。頑張ろうと思ってます。なんとか救おうと思ってるので、よろしくお願いします。わかんないです。本当に小杉さんが合うのかどうかはわかりませんけど、状況としてははい、不明なままですけど、なんとかいい形にいければいいなと思います。今のままだと、やっぱ誰かの動画は消えるっていうのになってしまうのは見えてるんで、わかんないですけど、小杉さんが買ったら、やだ出さねえっていう人が出る可能性もね、あるんでね、どうなるかはまだわかんないんですけど、ぜひも頑張りますので、皆様応援よろしくお願いします。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。どうなるかな